東京都品川区五反田。肉激戦区五反田の中でも大人気のステーキ店に向かいます。五反田駅から徒歩5分くらい。美味しいので当チャンネルでも3度目の登場。ステーキハウスベラス、食べログ 3.25、2022年6月5日時点。店内には芸能人や YouTuber やボディービルダーのサインがいっぱい。ケルヒレ、クイーンステーキを注文。レモンサワー、390円。乾杯。プッシュー。運命。ナイフがいらないステーキ、サケルヒレ、クイーンステーキ、1ポンド。4480円。いただきまーす。まずは塩コショウだけで。本当にナイフなしで裂ける肉だけど、肉汁が飛び散らないよう一応ナイフは使います。焼き方はいつものレアで。うまい。赤身でさっぱりしているんだけど肉の旨味はしっかり。とにかく柔らかくて噛むのに疲れないから1ポンドもペロリ。ソースタイムに入ります。この特製ソースがめちゃめちゃうまいのよ。うまい。やっぱこのソースめっちゃうまい。合うんだよね。醤油ベースにすりおろした玉ねぎがたっぷり。ニンニク風味も食欲をそそる。卓上のニンニクで好みに合わせて追いニンニクとかもおすすめ。ちょっと引き裂いてみる。避ける避ける。
190円。おかわりライス、150円。その相性もバッチリやでごちそうさまでした。会計、5951円。肉が食いてー。って時にはやっぱりステーキだね。うまかったー。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。皆様からの温かいコメント、高評価、チャンネル登録が動画制作の活力になります。よろしくお願いいたします。